嵐の行為って極めて非生産的ですよね。要は無駄じゃないですか。その無駄なことに人生費やしているっていう事態に気づかずやってるあたりが僕からしたら、<laughs> ざま、しか、<laughs> 思わないんで、あの、全然いいです。気にならないです、個人的には。いいぞ、もっとあれぐらいで。 ねえ、おそらく、例の政治団体、政治活動してる団体の関係者の方なのかなとか思うんですが、人生そんなことに使ってって大丈夫って勝手に心配しますよ、僕は。<laughs> こんにちは。今回は石丸市長の第17回目の YouTube ライブの様子をお届けします。ぜひとも最後までご覧ください。おっさんの髪型、<laughs> 髪のバッケ目で。 ねこんなにコメントが盛り上がるってなかなかないかなと思って、わざわざさっきちょっとこう、分け目を変えてきたんです <laughs> 今ちょっと、せセンター。<laughs> もう前髪しか見てない。<laughs> ね。楽しんでないただいて何よりです。さて、21時。 になりました皆さんこんばんは。秋田方ミートアップオンラインにご参加くださいまして誠にありがとうございます。間に合った間に合ったというか無事に始められて今本当にホッとしてます。<laughs> ちょっと疲れが表情いろいろにじみ出てるかもしれないですね。 なんか秋田方に着いたのが7時半ぐらいで、そこから市役所に行って、例の2段階認証を解除し、家に帰ってきたのが8時過ぎかな。今日、芦屋市長と対談してたんですよ。神戸市のポートピアホテル。島、島ですよね。あれなんて言ったの忘れちゃった名前出てこない。ちょっと神戸の人押して。 見てください。はい。神戸市であったんですけど、あのあたりのライオンズクラブという団体が主催された講演会に、私と足足の高島市長が呼ばれ、対談してきたと。あ、ポートアイランド。そう、ポートアイランド。<laughs> さっきまでいたのにね。<laughs> 助かりました。ありがとうございます。ポートアイランド。 で対談をしてきました。90分ほど高島さんと話をし、その、なんていうんですか。ファシリテーター、司会進行役でと、前の尼崎市長の稲村さんという女性の方なんですけども、ともご一緒させていただきました。はい。結構いろいろまた高島さんと語らうことができて、 個人的には非常に満足して帰った次第です。あ、でね、そうだ、なんか早速チャットを盛り上がっていただいてるんですけど、これね、始まる前に <laughs>、例によって一,一部というか、特定少数1人かななんか荒れてたわけなんですよ。で、それ僕間違って、ブロックしてしまって、すいません、消して、 消そうと思ったわけじゃないんですが、なんか皆さんのやり取りの中で、ブロックしたとかするとかっていうのが出てたんで、あ、そんな機能があるんだと思って、触わってしまったんですよ。ただ、その、ホストのアカウントでそれやったら、多分チャット欄から全部落ちちゃうんですね。で、その後、復活するようにしてみたつもりなんですけど、戻ってなかったらごめんなさい。 特にそういうなんか消そうとかっていう意図があったわけじゃないですあのたまたまえーと思って触ったらそうなったというものですはい。まあね、ただチャット欄っていうのはある意味公共の場じゃないですか特にこのチャンネルにおいてはなのでお互い気持ちよく利用するっていうのは常識の範囲なのかなと思うので嵐行為はダサいですよ <laughs> 一言で言って なので、控えた方が良いかと思います。まあ今のは一般論ですね。このチャンネルの運営者として、そう、一応コメントをしておきます。<laughs> ただ個人的には <laughs>、気になんないんです、これが <laughs>。なんでかっていうと、嵐の行為って、極めて非生産的ですよね。要は無駄じゃないですか。ね。 その無駄なことに人生費やしているっていう事態に気づかずやってるあたりが僕からしたら <laughs> ざ、ざま、しか、<laughs> 思わないんで、あの、全然いいです。気にならないです、個人的には。いいぞ、もっとあれぐらいで。<laughs> で、突き抜けて奪還するとそんな風に思ってきますよ。うん。あの、批判はね、当然あった方がいいんですよ。するのも、されるのも。 いいと思います。ただ、誹謗中傷、要は単なる悪口っていうのは、マジで無意味、無価値です。よく、良くすることはないですね。社会を悪くすることはあっても。でも、そんなつまんないことに人生傾けてる人ってああいうんだなと思って <laughs>、ニヤニヤ眺めてます。ねおそらく、例の政治団体、政治活動してる団体の関係者の方なのかなとか思うんですが、ああいう皆さんって、大体年齢も、 60代、70代、80代じゃないですか、人生そんなことに使ってって大丈夫って勝手に心配しますよ、僕は。<laughs> し、同時に自分の人生は無駄にやっぱしたくないなって思いました。はい、というわけで、何の話だっけ、あそうそう、チャット欄をあの皆さん荒らさないようにしましょうという呼びかけでした。 情報はプッシュ型とプル型に分かれます。今、このライブをご覧になっている方々は、プル型をこのまだると想像しますが、今問題とされているのは、プッシュ型に分類されると考えられる新聞、議会であるの変更であり、不適切な要約です。うん、これにより、最も接を受けるべき市民の方々に不利益が生じていると思われます。さあ、市長、CM が明けました。本日のミニタンプ、なぜとは言いませんが、いつもより視聴者数が多いはずです。というか、多くなければおかしいはずですよね。 もしこれはお前が始めた物語だろうと言えるならば誰にでしょうか <laughs> 進撃。進撃の巨人ですよね。お前が始めた物語だろ <laughs> う。そうか。今日、重大発表があるやもしれん。いや、ないですよ <laughs>。先に言っちゃいますけど、引っ張らずに <laughs>。CM 明けまで引っ張らないです。今日は重大発表は。 特にはないんですが大事なことはおいおいまたお話をしていきます<ん>重大発表はないけど大事なことある大事なお知らせをしていきますはい、うん、でもこのピエトロさんがおっしゃるプル型じゃないプッシュ型かの、うん、扱いの難しさというか今まではプッシュ型しかなかったのでほぼその是非を問われることがほとんどなかったんですよね ただ、プル型が出てきた、プル型が可能になったことによって、プッシュ型の実態が評価されるようになった。という言い方の方が正しいですか、うん、なので、社会、時代としては、いい方に変わってきてるんじゃないでしょうか、うん、なので、プル型をうまく活用しながら、プッシュ型を もっと洗練していくというのが今これからの社会に必要なのかなと思っています。お前が始めた物語はこれでいいのか続いて、あ、運の胸綱さん、今日もありがとうございます。答弁を求めます。4月18日の緊急記者会見終了後、同額すぐにアーカイブされず時間を置いたのは、ご退場いただいた某調査さんに記事を書かせない、または こたつ記事を書くか見届けるためでしょうかあの続きは CM の後でというお茶の濁した回答はなしの方向でお願いします。あれ単なる事務作業の都合です。いつも秘書広報課と私が相談をしていつあげようとかどうしようっていうのを決めるんですけどあの日あの後直ちに出張に出たんですよまた。臨時記者会見 が15時か。15時ギリギリに市役所に戻ってきて、出張から戻ってきたんですけど、あれだけやって、すぐまた出ちゃったんですね。で、そうこうしてたら、その話が。で、結局、翌日の朝一就業時間でいいですよっていうことで、多分次の日の8時半に出たんじゃないのかなという点末です。時間が経っての質問となりますが、うん 市政クラブとの意見聴取動画を見ていて思ったのですが、執行部のチェック体制に関して、向こうのお二人は市長の言う、市長がいいというまで議会だよりを出せないというのを、議会だよりの発行の最終決定権を市長に委ねるという認識なのではないかと感じました。一方、市長は確認はあくまで確認、了解が取れてから出すようにという要請レベルかと感じていますが、実際いかがでしょうか。まあ、そうですね。はい。 だってこれまでもそうであったように、こっちが何と言っても勝手に発行してたんですよ。<laughs> ね、だから発行できちゃうわけですよ。うん、から、省の了解で出せないって意思決定を委ねるっていうのは、それは向こうがやるかやらないか決められるので、こっちのせいにされると困るなっていう感想です。はい。続いて、今私に人生第10番目くらいの試練が訪れてます。 おでも負けません。必ず乗り越えます。だから石巻市長も頑張ってください。頑張ります。人生10番目くらいの試練。なんだろうな。健康問題とかですかまあ、いずれにせよです。ね、心を強く持って、その試練乗り越えてみてください。応援してます。 北米駐在経験あり、30代後半独身男子で、そこまでは似た境遇の石丸市長を応援してます。あ,あそうなんですか。えー、僕は外資系に最近転職、石丸市長にはいろいろ話聞きたいです。時間あれば今度秋田が出します。あ,あそう。え、今どこにいらっしゃるんだろうな、まあ。駐在経験ありってことは、もう帰国されてるのかな。おそうですか。外資系ね。まあ外資系って言ってもいろんな業種ありますから、 どんなんだろうな。え、今日なんかすごいスパチャーを読み上げる画面が重たいんですよ。みんなが投げすぎてるから <laughs>。そんなもんか言っちゃいけないですね。すみません。大変失礼なこと申し上げました。はい。あの、多分僕の PC の <laughs>、あれがダメなんだろうな。<laughs> 前回、ホケ焼き定食、ごちそうさまでした。とっても美味しくいただきました。あーさ おかわりでで恐縮です僕は議論の時に人に嫌われるということを考えるのですが、吉村さんは考えますか考えるのであれば何を気をつけていますか嫌われる。議論で嫌われるっていうのは何でなんでしょうね。反対するから。批判をされると嫌われるかもしれないっていう心配か。 うん、でも、それで嫌われるとしたら、それって多分、批判の問題じゃないんですよ。そもそもの人間関係が、多分そういう人なんだと思いますよ。その人って。なので、気にしなくていいんじゃないですか。<laughs> バッサリ、割り切りまくってる、うん。いや、本当に自分にとって大切な人、大事な人だったら、やっぱり批判はすべきだと思います。だって、もっと良くなってほしいわけじゃないですか。そこで変な忖度というか、妥協 をするのは相手にとって無礼じゃないかなと感じるので、うん。その悪口誹謗中傷はダメですよ。うんね。今日2回目ですけど、言うのそうじゃなくてね。それは間違ってるよ。とかこうした方がいいよ。っていうのはうん。人間関係で悪くなるっていうのはどうなんだろう。理論上は？ないかなと思います。先週から2週間ほどですね。土日も含めてまあ、今日もですが。 ぐぐるぐる回ってきました先週はまず東京に行って大阪に飛んでその後高知に行って秋田方駅の認証店高知に初めてできたんですよで予告宣言通り僕が上りを持っていくと <laughs> はいそれをやってきましたお店がねあってこう近づくとですねなんか店の中からこっちを見てる人たちがめっちゃいるんですよ 恐ろそろのぞいたら「うわ本当来た!」って言われて「あ本当来ました」で、そこのお店のご主人とあとその常連さんっていうんですかねこう仲間があの集ってくださっててで結果23時間ぐらい一緒に飲んで帰りました <laughs> でその後にいっぺん秋田ガッシに帰ってきて着いたのがな,なんだろう もう記憶が飛びすぎてわかんないな。いっぺあ、日曜の昼に帰ってきて、ライブ配信はないから、あ、半日系、あれか。自分の部屋にいたのか。そうですね。で、月曜日からまたすぐ出発すると。で、今度は東京に行って、あの特に NBC と包括連携協定を結ばせていただいたり。 で、昨日は、昨日じゃないな。金曜日はですね、あ、そうだ。一遍帰ってきてるんだ。とに出張に行って、NBC の連携協定結んで、木曜に一回帰ってきたんですよ。それが記者会見の時だ。臨時記者会見。で、タッチゴーでまた出張に出て、金曜日は一日かけて、関西の神楽公園の広報活動をしてきました。 今日は、あ、そうそう、高島さんと、えっ、ー、と、芦屋の師匠とお話をしてきたところです。あれ、何を言おうとしたんだっけな今、自分で、何を言おうとしてか忘れちゃったな。あ、どうでもいいネタの話だったんですけど、あえてわざわざ引っ張って言うほどの話じゃなかった。いや、この2週間、すごい忙しくて、あっという間に過ぎたんですね。 ただもう絶対に繰り返したくはないなっていうような出張でした時間でしたっていうのでここのくだりで分かります今の説明でねこれって極門教の中の時間感覚らしいですよ。<laughs> 極門教わかる人いるかな呪術廻戦の五条悟が封印されてた。 あの箱ですねこれの獄、ね、門 <laughs> 教の中どうでしたってそそうそう五条先生 <laughs> 聞かれた時に「1週間ぐらいあっという間に過ぎるけど絶対にもうやりたくないなっていう感じ」って言って「つまり最悪ってことですね」って相づち歌れ出てましたけど、はい、<laughs> そんなしょうもない話をしたいがために今貴重な時間を使って。 はい、出張を振り返り返ました、うん、でこういうね、疲れてるとき、バタバタしてるときって、ミスを起こしやすくなるんですよね。だから気をつけないといけないですし、なんなら体調を崩すときってこんなときじゃないですか。皆さん大丈夫ですか季節の変わり目ですけど、うん。僕、いつもこういうバタバタ感のときに体調を崩した、 思い出が蘇るんですよ。何かというと、ニューヨーク駐在で赴任する日に、飛行機の中で高熱出したんですよ。フライトで、成田から成田初、JFK 着のフライト、13時間ぐらい、12時間かかる中で、それまでに、まあ、引き続きとか引っ越しとか、そもそものなんか手続きでめちゃくちゃ忙しくて、 睡眠時間もあんまり取れないし、とにかく忙しい。何よりこう、精神的にかなりの負荷がかかってたのが、飛行機に乗った瞬間に、ふっとなんかこう、ほっとしたというか、まあこれから始まるんですけど、うん、その無理がたたって、なんか気がついたらもう熱でうなされてて、CA さんにめっちゃ心配されたっていう。はい。なのでニューヨーク着いて1日目はホテルでもう寝込んでましたね。 いきなり高熱を出してうなされてるっていう最悪なスタートを切ったのが僕のニューヨーク生活でした、はい、ということで疲れてる時は皆さん無理をしないように気をつけましょう、はい、じゃあちょっとチャット戻りまして「秋高田方市民を」です絶対市長選出てくださいねお願いします <laughs> ねなん 中分けになってますからねそこはまだ何度も決めかねてますいかがでしたでしょうか今後も北方市に関わる動画をお届けします動画が良かったという人はグッドボタンチャンネル登録をお願いします